シーサ系と県は、タイ、東北部の県の一つ。スリン県、ロイエット県、ヤソートオオン県、ウボンラーチャッターに県と接し、カンボジアとの国境を有する。県は、メコン川の支流であるムーン川が形成した大地に位置する。また、県南部に位置するドンレック山脈は、カンボジアとの国境を形成する。県内にクメール王朝の遺跡が残ることから、 12世紀頃には、すでに、クメール人が進出していたと考えられる。現地の伝説によれば、当時は、シーナコーン・オンラム・ドゥワンと呼ばれていたという。その後にこの地域の中心が、現在の区間群に移り、区間と呼ばれるようになった。時代は下って1759年、シュラーロン・コーン王のモントン星により、県庁所在地を現在の場所に移したが、その名前、区間は維持された。 九百三十八年には県庁所在地がシーサケートと呼ばれるようになり、県名もシーサケートとなった。九百四十年、対フランス領インドシナ紛争、東京条約。二千八年、プレアビヘア人事件。県民の二二十六点パーセントはクメール語を母語とする民族である。県省、シーサケート県は二十二のに分かれ、さらにその階に二百六の町と、 2557の村がある。ありがとうございます。